遊び場であって仕事場ですね。作っていく上で大切にしているのはやっぱり地域の人との関わり合いの中で作っていくものなので、まあ、そういった経験をツアー等を通して、まあ、いろんな人に、まあ、実感してもらえたらって思っているので、自分も感動できる場所にいたいし、で感動できる場ってそういろいろあるなって思ってはいるんですけど、その一つがやっぱり海なのかなって。もともと海なし県の群馬県で生まれたので、もう高校生ぐらいの時から海に憧れていて、恵みの食をくれる場所でもあるし、あとは癒しをくれる場所。やっぱりもうずっと今まで学校上がってからね、もう40年くらいやってきたわ。もうほとんどね、船の上やから、やっぱり生活の場所ですよね。海が豊かになったら生活も豊かに、皆さんの生活も豊かになっていくんじゃないかな。逆に海がどんどん元気がなくなっていったら、この地域自体も元気がなくなっていくんじゃないかなというふうに思ってますので、これからもこの海のことを地域の人たちと一緒に守っていきたいと思ってます。海と日本。